ハンネス・ソール・ハルドーソンは、アイスランドレイキャビーク出身のプロサッカー選手。元アイスランド代表。ポジションは、ゴールキーパー。アイスランド時代は、ストヤルナン、フラム・レイキャビーク、KR ・レイキャビークなどのクラブでプレーした。2012年3月28日、SK ブランに短期レンタルで加入。2013年12月、ワールドカップ、プレーオフの準備を兼ねた。 練習参加を経て、サンドネスウルフに加入。2015年7月6日、NEC 内名編に2年契約で加入。2016年7月15日、ラナース FC に3年契約で加入。2018年7月3日、カラバフ FK に2年契約で加入。2011年の UEFA ユーロ2 0 1 2予選、キプロス戦でアイスランド代表デビュー。 2014FIFA ワールドカップ予選以降、レギュラーに定着した。UEFA ユーロ2016にも出場メンバーの一人に選ばれた。アイスランド史上初参加となった 2018FIFA ワールドカップでは、初戦のアルゼンチン戦で、リオネルメッシの PK をストップし、アイスランドの歴史的な価値点に位置獲得に大きく貢献した。 2021年9月8日に行われた試合で代表を引退した。プロサッカー選手になる以前は映像ディレクターとして働いており、ユーロビジョンソングコンテスト2012映像を提供した。ありがとうございます。